夏といえばラーメン。ラーメンは夏といえば、そうだね、いい考え方ですよ。おかせいかわりと和太鼓バトルを掛け合わせると初めには来そうなお題ですね。おうだけど、まあまあ最後までのルールのペッキングのサテッペッせーの、いい、はい、せーの、はい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 、さっきの基本のリズムですが、はい、今度はですね、お互いに好きなリズム、お、自由なリズムでいいですね。自由なリズムですね。はい、これを打ってですね、最初目隠ししてない状態で打って、でその後に目隠しをしてそれを再現できるのかっていうのをやっていきたいと思います。はい、はい、はい、ね、で、じゃあ先行とここをチャンピオンで決めたいと思います。そうですね、いきましょう。最初はグンドンキャンポン。よし、ゆめさんはゆめきんはチョキばっかり出すことがわかります。なんかね、勢いでね、これ一回チョキばっかりです。よし、みんな勝ちました。勝ちました。はい、ということで、じゃあ先行はゆめきん、先行はゆめきんですね。はい、では、いっちゃいたいと思います。はい、行ってみましょう。はい、先行ゆめきん。はい、先行ですね。で、私はちょっとこういう、まあ今ね、夏ですからよくやる問題かね、これちょっと動きがあるんでですね、結構厳しいかなと思うんですけど。難しそうですね。こうちょっと目隠ししてない状態で、ね、久しぶりですね、結構久しぶりのボンド行こう。目隠ししてない状態でも結構ね難しいですよね。イージーミスがありましたが、これをですね、この目隠ししてですね、いやーかなり大変じゃないですか。この太鼓の大きさの感覚がね。そうですね、これは結構あれですね。大丈夫ですか。目隠しするのがね、怪しいわ。結構大変、ちょっと一回待ちます。はいはいこれ完全に不審者ですよね、はい、不審者ですね、このまま表に出たら間違いなく捕まりますね。間違いなく捕まりますね。はい、出ましたね。そして、あれ、これ、こっち必要ついてるの、ね、あ、ついてます、ついてます。はい、それで OK です。ですね、今度もね、回らずに、ね、回らずに、その場でですね、そのね、はい、これですね。はい、これ果たして先ほどのように打てるのかできるかというところですね。では、行ってみたいと思います。行きましょう。せーの、最後ね、足の戻すタイミングを間違えちゃいましたけど、はい、ということですね。いや、意外といい感じでしたね。どうでした、打ってる感覚。やっぱ全然違います。縁はね、ちょっとこう、遠いかなと思いますね。縁、ね、が遠く感じる。あ、ここじゃなかったなみたいな。あ、なるほど。ちょっと、あ、もうちょっと先のかなみたいな。ね、距離感がやっぱ難しいですよね。ね、はい。というわけで、ね、はい、ゆめきんのチャレンジ。続いてのチャレンジャーはヒビキンです。行ってみたいと思います。さあ、はい、じゃあ私はどんなリズムやろうかなと思ったんですけど、はい、今そうだな、ね、はい、振りもあって、振りもあって強弱もあるような、はい、あー、なるほど、こんなにしてみようかな。おー、じゃあちょっと、はい、やってみたいと思います、はい、まずは目隠しなしで、目隠しなしでこんな感じでいきます。はい、お願いします。そうね、
ございます。あ、でもあれ、横も振りがあるとか、これもあれですね。ちょっと一回横向いた時に目隠ししてる状態とできるわ、正面に戻ってくるのが難しそうですか。ちょっとね、戻ってくるのが大変そうですね。そうですね、この感覚、はい、ほんと真っ暗ですもんね、こうつけるとね、はい、チャレンジしてみたいと思います。はい、では目隠しをお願いします。行ってみましょう。目隠しですね。はい、いや真っ暗だわ。怪しい人になりました。怪しいですね。怪しい一人。はい。太鼓、太鼓。バチの向き合ってる。本当分かんなくなりますね、これ。合ってますね。はい。あ、バチ、あ、そう、バチも合ってますね。そうですね。はい、バチ合ってます。はい、そこですね。で、これ、太鼓。太鼓、掴んでいただいて。よし、よろしいでしょうか。はい。では、目隠しした状態で、先ほどのフレーズ、チャレンジをお願いします。できるかな。よいしょ。行くぜ、そう、レッ、いや、でもあの際のとこの、あの前に行くとことか、本当ギリギリの際どいところにあのちゃんと捉えてました。ギリギリセーフ。あの細かいフレーズがやっぱちょっと難しいですよね。いや難しかったですね。いやでもあの横のところもクリアして。いや横のところは意外と大丈夫でした。やっぱドーンっていう音も。どこ打ってるかだんだん分かんなくなってきますね。そこ目隠しすると本当分かんないですよね。これは新たな発見です。いやーだこれはいい運動ですね。確かに確かに。普段使わない何かを使ってる気がします。あー、五感というか、五感というかですね。はい、はい、響きチャレンジでした。はい、ということですね。いかがでしたでしょうか。はい、あー、これね、結構いい訓練ですね。ですね、五感を研ぎ澄ますと、ね、研ぎ澄まされました。しかも、そう、海に行った気分になります。なんかスイカ割りしてるようなね。この太鼓一台でスイカ割りの気分を味わえると、ね、これでもっと盛り上がりますよね。ね、結構やっぱゲーム性があって楽しいですね。そうですね、もう太鼓じゃなくてもなんか違うものですね。スイカ割りの気分、味わう、ね、アレンジしてやってみても面白いんじゃないかな。まあね、やっぱりこうバチを使ってやったりすると、ええ、ちょっとね、指挟んだりして怪我したりするといけないので、怪我に注意しながらですね、皆さんは真似しないようにっていうのが、でもアレンジしてですね、ちょっと変えてやってみる、ね、安全に楽しくやってほしいです ね、はい、はい、ということで、この久しぶりの4ヶ月ぶりの太鼓バトル、スイカ割り、スイカ割りバージョンでした。次回もお楽しみに。